はい、じゃあインスタグラムのフォロワーさんからのまたメッセージが一件来てます。これ結構面白かったですね。画像付きで来たんですけども、女は大学に行くなっていう風なキャッチコピーのその広告なんですよ。でこの広告はどこが出してるかというと、神戸女学院大学というね神戸女学院大学が女は大学に行くなっていうキャッチコピーで広告出してるんですよ。これ人目を引くじゃないですか。でこの広告を見てみると、女は大学に行くなという時代があった、専業主婦が当然だったり、寿大社が前提だったり、時代は変わると言うけれど、一番変わったのは女性を決めつけてきた重力かもしれないって書いてあるんですよ。ガラッと印象変わりますよね。こういうふうな理解を示して時代の変革に、切り込んでくれる神戸女学院大学って、結構この広告でね、入学希望者増えたらしいんですよ。だからキャッチコピーってうまくやったもんだなと思います。ですね、今回のフォーラーさんもね、女は大学に行くのは、私は何、神戸女学院大学ってとこだけを見て送ってくるんじゃなくて、ちゃんとこの細かい字読んだ方がいいっすよで書いてあるわけですから、私が解説しなくてもこれ読んだら、あのキャッチコピーのでかい文字のところだけで判断しちゃダメだってことに気づくじゃないですか。もうコピーなんで人目を引かないといけないんですよね。だから女は大学に行くなってところがデカ文字で書いてあって、神戸女学院大学っていう字がデカ文字で書いてあって、あとちっちゃい字で書いてあるんですよね。これはなかなかね、バズる広告じゃないかなと思いますよね。賢いですね。